手な、羽を抜かないようにただこうやられる。ああ、なんか 手つきがやっぱり違うな。うまくさ、羽と羽をパッと掴むな。そう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 。羽を怪我をさせないように。ああ。そうなんだ。一応ベースボードだからね。ちなみにそのワクチンってさ、ハトだけのワクチンなの？これはニワトリ。あ、鶏用のワクチンでいいんだ。そのワクチンを打つことによってさ、何が予防できるんだっけ？ニューカッスル。ニューカッスルって。ハロミクスウイルス。ああ。生理食塩水をワクチンの中に入れて希釈してるの。ワクチンが完成しました。これどこにやれるの？どうするの？だってね、鼻に入れるの。鼻に入れる？鼻に一滴。どう鼻って？鼻ここよ。ちょっとお母さん近づいて。ここさ、鼻。これ？いや、一滴入ってるでしょ。はい、こっちも一滴。なら。ここが。目薬と同じか、立ち入ったら垂らせばいいんだ。いや、あまりやるとなくなるで。いやー、なんか突然雨が降ってきちゃったから、もう急遽ね、ちょっと雨に濡れないようにこういうひさしの下に移動しました。962、はい、どうぞ。このハドの顔つきはどうですか？これいいね。あ、いい。はい、ゆっけ目の構造がいい。ああ、よいしょ。はい、これで2箱目終わりかな。そうです。行くぞ。重いね。親父が鳩を厩舎に入れてる間に次のセッティングをしよう。この鳩はイマイチか。いやー、これいい。あ、いい鳩なの。いい面もめしてる。ダメだな、俺はまだまだ鳩を見る目がないな。目の構造が違う。あ、4箱目終了。さあ、もうあと残り4箱か。半分ぐらい終わったのか。いや、ぬ、こいしょっと、ぬ、なぬ、1、8、8、8。これは嵐じゃないですか。これ嵐じゃないですか。びっくりしたな。いや、で、はい、8、8、8、はい、チェックした。これは次のグランプリ優勝になるな。よいしょ。96、あ、ちょっと頭の毛が抜け替わってますね。なにこれ、鷹にやられたの？これは毛代わりですよね。ああ、今の時期毛代わりなんだ。そうそう。あれ、その鳩はなんか赤いね。うん、これはね、ハイクリと言いました。赤毛、鷹に狙われやすいんだよ。ね、なんで不利じゃん、そんな。そうそう、生まれた時からハンディを背負ってるじゃないですか。 それをくぐり抜けて来てるから素晴らしい鳥なわけです。回避がうまいわけだ、鷹からの。そうそうそう。すごいな。何度も取られちゃうよ。弱点が必ずしも弱点ってわけじゃないんだな。そう、それを乗り越えれるのが、乗り越えて今いるのが素晴らしい。なるほどね、優れた鳩というわけですか。ほとんどがいなくなるけど、頭が良くなければ残れないと。ほう。1,2,3,4 箱目終了だな。残り3箱、頑張りましょう。また赤ハト軍団が。赤ハト軍団結構いるんで、4羽ぐらい見たよ。そうそう。鷹にさ、狙われやすいのを回避してきた遺伝子を持ってるんでしょ。遺伝子、うん、そうそうっていうことは、それ黒、それそれこいつとさ、黒い鳩を掛け合わせたらさ、すごいのができんじゃないの。そう、素人的にはそんなわけなんですが。ああ、そう、うまくいかないわけだ。お、ヒナ。
うわぁ、さすがれで。なんだ、頭はげてんべ。はいよ。はい、いい。それで生後何ヶ月ぐらいなの？これはね、7月だから1ヶ月半？2ヶ月半ぐらいか。1ヶ月半でもうそんななるんだな。だいたいレースに出せるのはさ、生後何ヶ月からなの？3ヶ月ぐらいかな。あ、そんなに早く？4ヶ月が？なんか本当にさ、あの体痒くなってきたんだけど。お風呂で。鳩のさ、フケにやられたよ。うん。アレルギー反応多いだな。ああ。犬猫はもう飼われねえな。ダメだよ。もう痒くなるよ。残り一箱になったね。よいしょ。おっと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 、バランスが。よいしょ。残り一箱になった。はあ。ゴールは見えてきた。よいしょ。このゾロゾロとさ、厩舎の中に入ってるね。上に向かう普通性があるんだよ。へえ、面白いな。今何時なんだい？今わかんない。だいぶ暗くなってきたよな。うん、だからちょっと、ワクチンを注入する穴が見えなくなってきたから、秘密兵器を持ってきたよ。うん。でもさ、987。987ね。景品のやつよりもいいの。これちゃんとしたヘッドライトだからさ、あれ銀行の景品だっけ、あの安いの。景品としない、一緒にしないでもらいたい。お、最後にひなの鳩にワクチンを打って終わりです。お、長かった。お、じゃあ行く。ホース出すんじゃなるし、本当に体中かゆいよ。シャワー浴びないと。よいしょ。いやー、終わった終わった。あー、結構ね、100歩近くワクチン打ったから時間かかったね。もう空も真っ暗だよ。いやー、一仕事終えた。うん。